ムチ打ちムチ打ちは、刑罰の一種で、ムチで打って苦痛を与え、これにより介護や自白を強要する罰。東洋では、下時刑とも称する。世界中で、刑罰、拷問として広く行われ、刑罰としてシンガポール、マレーシア、イスラム国家で行われている。ムチ打ち刑の対象になるのは、国家によって様々であるが、主として窃盗 はかりのごまかしなどの経済の犯人である。病人には無打ちを貸さないと決めている国、連打して死に至らしめる威力のある無知を使う国など、その執行方法も国によって様々である。無打ちされた後のある奴隷強力な無知で連打すると、外傷性ショックから死に至る危険がある。しかし、現代では、このような致死性のある無知の使用は禁止されており、 鞭打ち刑で死亡したり重傷を負わないように規則が定められている。鞭打ちは公開で行われることもある。周知心と痛みの感覚を刺激するので再犯防止には効果的であるという意見がある。また鞭打ちにより死ぬことは少ないので安全で苦痛の多い体系として古代から行われてきた。刑罰以外にも若年者への懲罰としても多く用いられた。 イギリスの寄宿制の学校などでは、伝統的に鞭打ちが行われてきた。この場合の鞭は、刑罰や拷問に用いられるような特殊な形状の鞭ではなく、枝鞭などの細い棒であるが、それなりの苦痛を伴うため、しばしば教育方法として、適切かどうかという議論がなされてきた。また、イギリス文化圏では、古い法律に夫が妻を押し付けるときに、 夫の親指より細い棒であれば叩いてよいとする親指ルールが存在すると信じられていた。この通年は民間伝承が不文法にすり替わったもので、19世紀のアメリカでは夫が妻を折巻した事件において親指ルールを根拠として夫が無罪となった判例がある。シンガポールでは党の無知による無知打ちが犯罪に対する刑罰として採用されている。 刑事罰としてだけではなく、学校における生徒への体罰としても合法で行われている。学校において、鞭打ちを執行できるのは、学校長だけであり、一般教員が行うことは禁止されている。刑罰としては、毎年1000人以上の犯罪者に執行されている。刑事訴訟法325条から332条で、鞭打ち刑の手順が定められている。 無知打ち刑の対象者は16から50歳の男性で、医師が執行可能と判断したものである。女性及び51歳以上の男性には、代わりに12ヶ月以下の懲役が付加される。死刑判決を受けた者には、無知打ち刑は課されない。受刑者が受ける無知打ちは、最大24だとする。等の無知は、直径1.27センチメートル未満のものを用いる。 18歳以下の少年には軽い鞭を用いる。刑務所内の規則を破った受刑者は、鞭打ち刑を受けていなくても鞭打たれることがある。1993年、シンガポールで地域住民の自動車への落書きを含む破壊行為が起こっていた。逮捕された容疑者の供述から、シンガポールのアメリカンスクールに通うアメリカ人生徒マイケル・フェイが浮かび上がり、 自動車の破損や道路標識の窃盗を含む複数の犯行を認め、無知打ち刑の判決を受ける。1994年には、世界的な注目が集まる中で、アメリカ合衆国連邦政府は、刑罰の執行を猶予するよう要請したものの、シンガポール政府は無知打ち刑を執行し話題になった。バングラデシュの裁判所では、2010年7月に、 ファトワーによる刑罰を意見とする判断を示しているが、徹底されておらず、しばしば貫通罪などを理由とした主刑で女性が、鞭打ちを受け、死亡する例が見られる。サウジアラビアでは、婚外性交渉や、ネイサン・ベロフスキー、最悪の法律の歴史、 広ロタ・アキコ役原処方2014年 ISBN 9長7845億6 2 0 4万 9837pp 232から233無知打ち刑で少女死亡殺人と断定サウジアラビア無知打ち刑の撤廃を発表 AFP 2020年4月25日閲覧ありがとうございます